公共的な歌作品57は、セルゲイ・プロコフィエフが1933年に作曲した還元楽曲。本作はプロコフィエフがパリでのモダニズムからソビエトでのリリシズムへ転換していく様を示している。本人は次のように評した。真面目な作品であり、私は主題の選択に大変な注意を払った。曲は3つの緊密に結びつけられた部分から、 構成されている。曲は、表題から想像されるものからは、ほど遠い凶暴かつ不協和な気楽曲で、複雑性と外面的効果においてはすでに書かれていた。スキタイ組曲や公共曲、第2番を上回りさえする。プロコフィエフは、パリでのお披露目を目指していたが、初演は1934年4月14日、モスクワで、アレクサンドルがうくの揮で行われた。 ピッコロに、フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、フルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、シンバル、トライアングル、大太鼓、小太鼓、タンブリン、弦5部。一続きの単一楽章となっており、演奏時間は約13分。筋書きは用意されていないものの、 曲を構成する三つの部分は次のように表し得る。ありがとうございます。